これより会議を開きます。内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、栄転及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件、及び警察に関する件について調査を進めます。この際お分かりいたします。各件調査のため、本日政府参考人として、内閣官房内閣審議官、戸時健治君、内閣府健康医療戦略推進事務局長、矢上敦夫君、厚生労働省大臣官房審議官、狭間隆一郎君、厚生労働省大臣官房審議官、宮崎敦文君、厚生労働省大臣官房審議官、山本文君、厚生労働省大臣官房審議官、横幕明人君、および特許庁総務部長、小宮山康二君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。森山裕之君。